さてそれでは両チームのスターティングメンバーです。まずはホームのレノファ山口 FC です。前節から4人メンバー入れ替えました。ゴールキーパー関健太郎、ディフェンス3バック予想平瀬、キム・ボムヨン、そしてヘナン、ダブルボランチが鳴岡と池上、右に吉岡、左に田中、トップ下に川野と五十嵐が入ってワントップは梅木を予想しています。サブのメンバーはご覧の通りです。一方アウェーの FC 町田ゼルビアです。こちらは4バックを予想しています。こちらも前節から4人メンバーを入れ替えました。ゴールキーパー福井、ディフェンス4バック、鈴木、チャンミンギュ、藤原に太田、ダブルボランチが下田と稲葉、2列目はバスケスバイロン高橋大吾、沼田高也はフルス対戦、ワントップはミッチェルデュークを予想しています。サブのメンバーにはアデミューソンも入っています。今シーズンは J2 優勝、そして昇格を決めた町田の選手たちに対してレノファ山口 FC の選手たち、関係者の皆さんが花道を作り、その栄誉を称えていきます。今町田の選手たちがピッチの中へと入っていきます。2015年には J3 リーグでしのぎを削って戦い、その年は山口が優勝、町田が2位で共に J2 昇格を決めました。山口にとっては今シーズン思い描いたシーズンとは異なる部分もあるかもしれませんが、リスペクトの気持ちを持って今日この一戦に臨みます。一番遠いサイドはバスケスバイロン中、うまくここは入ってきましたけれども、最後はラインを割りました。ちょっとヒヤッとするシーンでした。ダメですね、筋肉系ですかね、かもしれないですね。これはちょっと山口にとっては大きなトラブルになりそうです。先ほどのシーンの、まあ、ちょっとピリッときたんでしょうね、もうここでもう、はい、今関は立ち上がりましてスタンドからは拍手は送られますが、ここで交代です。まあ、少し予想とは違うタイミングで交代枠を一つ使うという形になりました、まあ、山口は逆にチャンスにつながっていきます。なので町田としてはこのボールを持っている、はい、ヘナン選手にどれだけ選択肢を狭めれるような、プレッシャーをかけれるかというところにはなってくると思いますね。ここはいい位置で受けました。そして一気にスルーパス、さあ抜け出した、1対1引き、左足のシュート、ーわずかに枠の外、完全に決定機、レノファ山口 FC。 まあ、崩しのところも非常にうまかったですけどね、ここで中盤抜け出して、お、上げるか、上げさせない、下げた鈴木、鈴木純也が上げた、ミッチェルデューク、ここはしっかりと寺門が抑えます。前力選手が負傷して少しこう前線苦しい部分もあったんですけれども、町田は全員でこの優勝の昇格、おお、いいボール、おっと接触あった、あ、ここはファールで、あ、イエローカードが福井側に計上されます。まあ、ヘディングもしてますけど、はい、さてどうするでしょうか。あまり助走は取っていません池上。池上が直接狙った、鋭いシャープな振りで直接狙ってきました。この辺はなんか何回も止まっている中でうまくいかないなっていう、はい、ところでチーム内で話してちょっと修正かけたとか。さあ鳴岡から、さあボックス内近く、さあ高橋が左足シュート、池上今度も決定機、山口、まあ、本当通れば1点というようなところを狙う選手が多いですね、はい、ミッチェルデュークから太田光介、なんとかボール当てて再び後ろから吉岡、おお狙った、最後はポスト、惜しかったですけどね。鳴岡選手なんかは本当にいいところとしては、まあ、最初に自分がやろうとしてたプレーというのを相手の立ち位置だったり相手の、ね、出方を見て直前で変えれたりするのがいいところですよね。今なんかも最初のタイミングで、はい、ワンツー、ここは荒木右を使う、さあいい形、ミッチェル・デュークが奥に来る、誰を使うか、仕掛けてくる、あーっとここは倒れて、これは PK、 このもう一個持ち出したところ、まあ、当たってはいるように見えますね。ホイッスルが鳴って下田北斗先制、 FC 町田ゼルビア今シーズン5ゴール目、まあ、少し苦しい時間もありましたけれども、このペナルティーキックで先制です。まあ、そうですね、タイミング完全に外してます、はい、そうですね、このあたりがこの監督の意図と、まあ、ピッチにいる選手たちがこうどう理解しながらできているかですね、うん、そうですね。寺門からさあ一気に裏だ、
ホイッスル出し、中野シュート、思い切り狙っていきました梅木翼。いや、シュートの選択は悪くはないと思いますけどね、中ちょっと皆川選手間に合ってなかったので、まあ、できればでもファーサイドに狙って打てれば、キーパーのこぼれ球とかを皆川選手が狙えてということだったので、おお、福井から、これはいいボール、太田康介が行きますが、寺門、さあ荒木、ミッチェルデューク、ミッチェルデューク、このシュートがゴールに吸い込まれていきました。追加点 FC 増田ゼルビア。ゴールのことはね、見てなかったと思うんですけれども、キーパーがね、寺門選手出てるっていうのを把握してたので、はい、枠を見ず、まあ、ここの最初の処理のところは思ったより伸びてきたということで、寺門選手ね、ペナルティエリアの外だったので、そのままヘディングでのクリアがね、中途半端になったっていうところですけど、まあ、でも太田選手もここの高い位置までポジションを取って競り合いを ねすることで味方にこぼしましたし、松橋もプレッシャーをかけていきます。セカンドボール、松橋から渡地、左足でさあ中、シルビオジュニオール、いやー、よく戻りましたね。入ってきて飛び込んできました、シルビオジュニオール、ね、最後あの時間を使うような緩やかなボールで中に入り込む、はい、時間も作ったいいボールですけど、太田選手よく絞ってきましたね。成岡です、縦パス差し込む、池上が走る、ここはいいカバーです。うーん、惜しかったですけどね、はい、藤原のカバー、アデミューソン受けてパスにして、安井から一気に右展開してから荒井、荒木、荒木が行きます。アデミューソン中にいる、荒木パス、アデミューソン中に入ってきましたけれども、これでコーナーキックです。ニアサイド跳ね返して、ここで試合終了の笛です。 FC 町田ゼルビア、秋田戦から実にこれで4連勝、今シーズン25勝目を飾りました。一方のレノバ山口 FC、まあ、前半は非常にいい形の戦いを見せていました。しかしながら90分トータル、ここ維新ミライクスタジアムでの今シーズンホーム最終戦、勝利で飾ることはできませんでした。